やつがいればいいんでやんしょ。え、おいみんなまで急にどうしちゃったんだよ。おお、なるほど。遠藤くんはね、やっぱり気づいてなかったっぽいですね。遠藤くん、夏美、チームの心がバラバラになってしまっているのね。そんな、どうしてだ、今まで楽しくやってきたのに。帝国学園のせいで妹さんが事故に遭った。ゴーエンジ君が木道君のことを素直に受け入れられないのは仕方ないわ。頭では木道君は悪くないと分かっていても気持ちが納得できていないよ。ゴーエンジ、でも他のみんなはどうして。その答えを見つけるのはキャプテンであるあなたの自信の役目よ。あなた自身の役目よでしょ。あなたの自信の役目よってなんでのが2つもくんだよ。お、なに。遠藤君、響さんに相談してみるといいわ。伝説の稲妻イレブンを当時のキャプテンだった響さんがどう務めていたのか。なるほど、アドバイスをもらってこいと。キャプテンである遠藤君、元稲妻イレブンキャプテンである響さんにね、キャプテンの心得を教えてもらってこいと。坊主一人なのか。稲妻イレブンの練習はどうした。遠藤は響に相談した。稲妻イレブン時代にキャプテンとしてチームをどうまとめていたかって。そう。ふ、ビルタたちを見ればわかるだろ。それはもうお前らに負けるクセ者揃いだったぜ。じゃあどうやって。坊主、チームを無理やりまとめようなんて思ったらダメだ。ただチームのみんなを信頼すること。そうすれば自然とチームの気持ちは一つになるものだ。そんな、俺みんなのこと信頼してます。そうか、必殺技を完成させることに頼ってばかりいる以上、チームのみんなは自分の力が信頼されていないと思うのではないのか。あ、わしもそれに気づくまでずいぶん時間がかかったよ。なるほどね。やっぱあれだね、元稲妻イレブンのキャプテンがいることでね、早く気づけたね。遠藤くんは黙って聞いていれば何を甘いこと。チーム信頼、ふっ、くだらんな。くだらんか。それと同じことを言った男は過去にもいたな。何、影山かな。影山だよな。おい影山、何度言ったらわかるんだ。ちゃんとビルダーにパスを回せ。でもゴールはしましたよ。結局は勝てばいい。違いますかキャプテン。あんな雑魚にパスを回すよりこの俺が一人でゴールした方がいい。雑魚だと。影山、サッカーは共に戦う、チームを信頼することが大事なんだ。お前がやっているのはサッカーではない、ただの自分勝手なプレーだ。ボソ、チーム信頼、くだらん。なんかあれだね、初代五条みたいな感じだね。影山は力、あれだ、ひょっとしたらまさか影山の子供五条だったりして、五条まさか影山の子供だったりして、ある、その説ある。さあもう一度だ、練習を始めるぞ。何、このままではお前も影山と同じ道をたどるだろうな。共に戦うチームを信頼せず、己の力のみを信じる今のお前では。俺が総帥と同じ、違う、俺は。けどそれを言うなら俺もだ。俺、技のことばっかりでみんなのこと考えていなかった。サッカーはチームでやるものなんだ。それなのに俺、みんなに謝らないと。ふん、その心配はないかもしれないぞ。みんな来てる？みんな入ってきな。いや、いいね。あれでもね、こういう展開って1だからあるよね。2とかこういう展開ないもんな。みんな聞いていたのか。へへ、やっぱり心配でちょっと言い過ぎたかなって思ったでやんす。必殺技完成させてくださいっす。そうすれば楽に勝てるっすし。寿司？木戸、あんたもちゃんと練習しろよ。遠藤とゴーエンジ、みんなと心が一つになっているところ俺たちに見せてくれ。そうしなきゃ俺たちは納得しない。ふん。よし、それじゃあもう一度みんなで一緒に練習だ。一緒に行くよな、木戸。なぜ俺が。チームワーク、今言ったばっかりだろ。くまずはゴーエンジを探さないとな。あいつは病院へ行ったみたいだぜ。そうか、妹さんのところかな。よし行こうぜ、病院へ行こう。